のラジオやらせろ。どうもサンドイッチマン伊達です。富澤です。始まりました、サンドイッチマンラジオやらせろです。始まった、4月からですね、なんとこのラジオやらせろが放送1週間後、グレープカンパニー公式 YouTube チャンネルにて配信を始めております。通常の30分の放送では収まらなかった未放送部分などもですね、再編集してお聞きいただけるということでございます、チェックしてください、はい。この番組は FM 泉をキー局に遠くのコミュニティ FM を中心に30局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。各局の放送時間やパソコンやスマホでの放送の聞き方は FM 泉のホームページやお聞きの放送局にお問い合わせください。番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp です。797は数字でございます。よろしくお願いします。お願いします。 YouTube の方でもね、ぜひ聞いたよっていう方はメールいただけるとありがたいなと思います、はい、よろしくお願いします、はい。さてと、5月もねもう半ばになりますけれども、まあ現状どうなってるかちょっとね今の時点ではわからないですけども、どうやら東北の方でもね、感染者がポツポツと来てますよ、今の状況では。ただ岩手はまだ来てないね。なんかやってんのかね、対策。どうなんだろうか、不思議だよね。こんだけ出てるんだから岩手はね、頑張ってますね。出てないけどね、なんか誇らしいですけどね。さあメールいきますか。はい、トゥデイさん、はい、どうも。サンドさん、こんにちは。こんにちは。ドリームマッチ見ました。ありがとうございます。たった2日であそこまで作り込まれた完成度の高い、しかもいつものサンドさんともナイツともまた違うネタを作れるなんて、やっぱりトミーは天才なんだと気づかされました、最後ボケとツッコミが入れ替わり、動き回るトミーがめちゃくちゃ面白かったです、ありがとうございます。小ボケも相変わらず最高でした。小ボケって言われたんですけどしかしトミーはあんな激しい動きやってみたかったんですね、意外です。やって今後サンドイッチマンでももっと動き回るネタを見てみたいです、動き回るネタをやってみたかったわけじゃないですけどね違う感じのね、をやろうと思ってやりましたけど、まあ、伊達さんのことは一言も書いてないんですけど俺らの西村とやったね、あの野球のコントあったじゃない、あれを見てる食べちゃんかな、もう首ひねってたんだよね何やってんだろうみたいな。まあしょうがないよね、あれはね。まあ、だいぶニッチなことやってましたね。そうですね、分かる人にしか分からない、堤光雄さんをね、フィーチャーしてやってましたからね、同じくドリームマッチの、はい、カイザーさん、どうも。サンドの2人こんにちは。こんにちは。ドリームマッチ見ました、はい、すごく面白かったですね。やはり実力者が集まってるとはいえ、別々のコンビの芸人さんがコンビを組むと新しいお笑いが生まれる反面、ネタを考えるのは大変そうだなと思います。しかし番組の終わりにゲストが MC の中から漫才を行ってほしい芸人を2人選出して、選ばれた芸人は10分程度でそのゲストに関するオーダーメイドの一点物漫才を、制作し披露するという、一点物という番組をやってたサンドの2人からすれば、2週間というネタを考える時間があったザ・ドリームマッチはそこまで大変ではなかったかもしれませんね。大変だわ花輪さんと長田さんは最後まで残ってかわいそうですよね。あんまこんなこと言うのもなんですが、ちょっと滑ってないかと思うコンビもいる中、富澤さんの考えたネタは秀逸でしたね。さすが富澤さんです。そして今一度伊達さんが西村さんを、そして富澤さんが土屋さんを選んだ理由を教えてください、ちなみに富澤さんは土屋さんとコンビを結成するまでにフィーリングカップルで相手を変えたりしましたか。僕は変えてないずっと、なんかあのナイツの歌ネタ、ツッチーがずっと歌ってて、花輪くんが突っ込む、あの感じをやってみたいなと思って、でずっと僕はツッチー一辺倒でやってましたよね。なるほどね、だけどあれだけだとちょっと時間が足りないので、その部分を、まあ、コントぽくして、ツッチーが一人で何かやってて俺がずっと突っ込んでるっていう風に変えてやりましたけど、なんであの西村を。西村はね、まあバイキングのコントを見てると、ああいうなんかこう感情が全く入ってないボケをするじゃん、あいつ西村ってボケでもなかったりするからね。そうだね、おかしい人、おかしい人だから、ちょっとこう
僕の色に染められるかなと思ったの、ちょっとね。うん。で、ネタ作らないじゃん、あいつも、うん。そういう人と組むとどういうことになるのかなと思ったっていうのはあるね。そう、ああいうことになって。ああいうことになって。ほぼ俺の色になったっていう。なんだろう、ね、なんかその、汚えなっていうのはありますよね。うん、最後、伊吹さん出てくるとか。伊吹五郎さんね。うん。うん、そう。それはね、あの、どうするってなった時に、うん、一人誰か入れんのいいんですかみたいな話スタッフにしたら、うん、はってなってでもそのルール的に今まで誰か使ってた人いるんですかって言ったら、うん、三村さんが昔、うん、小林真弥ちゃんを使ってると。へえ、確か、うん、だから、まあ、前代未聞ではないですよ、うん、っていうところで、あ、じゃあちょっと一回オファーしてみてもらっていいですかって。いけるんなら入れます、うん、そうそう。で最後の本当にあの誰とも絡まないで出すっていう、うん、負担のない出方ですね。そうそうそう、うん、だからね、あのノリノリで伊吹さんもちろんですよっていう。ほんで何か1回だけリハに来てくれたのよ。うん、もう そこ1回だけだったのよ。もう当日も1回会わしたけど、何か差し入れみたいなの持ってきてね、どら焼きみたいな高級な大人ですか、ね、ああいや、ありがたかったですよ、出ていただいてね。ほんで誰にも見つからないように TBS 入るっていう、ダウンタウンさんにも見つからないようにっていうところで、なんでいるのってなります、ね、そうそうそう、ね、やっぱびっくりさせたかったから、うん、そこでスタッフさんは結構気遣ってましたね。何してんだよって思いましたよ。いやでも俺は面白かったけどね。俺もちょっと難しいネタ作っちゃったから、うん、いやあれよく覚えたなと思って。本当にやっぱりお互いの感じをやるとこは苦手なんですよ、うん、だから本番まで練習、うん、なんか成功してなかったっすでしょ。1回成功したかしてないかぐらいで本番だったから、うんうん、まあ怖かったけど。で本番は成功したの。本番は成功ですね。それがすごいね。だ前もツッツンと包みしたインパルス組んだ時も、うんうん、なかなか成功しなくて。あれも漫才か。あれも漫才で本当に出る直前まで台本こう見てて行ったけど、まあ本番はうまくいったっていう。すごいね。なんで漫才やっちゃうんだろう。じゃあツッチーと組んだらコントやんないでしょ。俺一回もやってないんじゃないかな漫才って。ドリームマッチって多分やってないんじゃない。だしたら多分全部コントだ。全部コントだな。まあ向こうが作ることが多かったからね。まあ向こうに合わせたらね。うん、どうにか。だから俺も作ってほしいんだけど。うん。いやお前が作るってなるとやっぱコントの方が、いやコントの方がやりたがるじゃん基本的に。俺。うん。まあね。コントになるかなとか思ったけど、まあ土屋君だしな。でもツッチーのコントも見てみたかったなとは思ったけどね。まあなんだ後半コントっぽくはしたけど、うん、でツッチーも最後一人三役とかになるから、うん、新しいとこだなっていうので、うん、ツッチーがもう本番前ドキドキしてたもんな。一人三役がもうパニックってた。あんなにほんでナイツの漫才だとそんな喋んないしね、ツッチーね。まあね。もう花くんがずっと喋ってそれに突っ込んでるっていう感じだもんね。うん、そんなに振りもないしね。そう。だから後ろ向いてやるっていうのは前から持ってたアイデアで、うん、まあ、じゃあせっかくならここでやってみようかなっていう。うん、受けるかどうかわかんないけど、でもみんな好きなことやるじゃん。うん、そうって受ける受けない、ね。そう。だからまあうち家族で見て、うちの娘なんかはもうあのあれですよ。塩の魔人と醤油の魔人。あれはね、子供はハマります、ね。あればっか見てたわ。歌ってます、ね、うん。あればっかり何回も巻き戻して見てたわ。あと、俺が見てしまうのはクッキーさんのね、宇宙人の警棒で戦うやつ。あ、もう飛んでるからね。独特の世界観ですけどね。面白いな、やっぱな。しんどいけどね。まあ、きついですよ。だから人気者が時間合わせて、ネタ合わせなきゃいけないわけですから、うん、大変ですけどね。でようやくね、あの富士そばの社長っていうフレーズが出せたんですね。ただ
客はピンときてなかったね。そうそりゃそうだよね、うん、全国ネットじゃんね。全国にないから富士そば、ね、失敗したなとか思いながらもまあまあいいかと思って。いやだからあの、ね、前からやれって言われてるけど俺は入れないわかんないし。だあの審査員で一茂さんが来るっていうのは聞いてたから、うん、あじゃあちょっと野球ネタを多めに掘り込もうかっていうのでやってたんだけど、うんうん、まあね、でも数字も良かったみたいだね、全体的なね。ああそうですか、うん、良かったんじゃないですか。だからその前後の着替えたりがあるから前後のネタ見れなかったから。そうそう、これだから秋山くん、ノブくんの見れてない、うん、俺も見てないんで、あれ、うん、あれやっぱ面白かったね、見たね、うん、受けてたなみたいな会話をしてるから。そう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 、あ見たかったなって思って、オンエアで見ましたけど、うん、あ面白かった、面白かったなやっぱな、うん、さあウォシュレットは飲料水、はい、どうもサンドイッチマンさん、バナナサンド、あ違う、こんばんは、何言ってんだよ、バナナサンド、綾野剛さんがゲスト、うん、そこで登場する別府寿司、あ、はいはい、伊達さんが言いましたよね、うん、綾野剛さんは今大分の別府と思ってますよと、うん、伊達さんの口から大分の別府という言葉、ご親友は大分の別府出身なんです伊達さんが大分の別府と言った、うわ話が止まらない、なんでね、もうランニングマシンに乗ってる2人も本当に大好きですもう何しても好き、愛おしい、可愛い、 I love サンド、今日に記す4月8日ご朱印、話が止まらない。いやダメ、病院行け病院大分だったんですね。そうだったんだね、うん、別府寿司、別府寿司ね、ありましたね、はい、カイザーさん、はい、どうサンドの方にこんにちは、じゃあ言わずと知れた仙台メーカー萩の月、うん、そんな萩の月のオンライン公式発売販売が、はい、2020年3月10日から期間限定で行われています。これまでは通常は店頭でしか購入できなかったため、ああツイッターでは嬉しすぎるぞ、注文してしまったなどと反響を呼んでいます。そうなんだ。担当者は今回オンライン販売に踏み切った理由を次のように話している、はい、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため政府から移動自粛が呼びかけられ、うん、宮城県内に旅行や出張で来るのが難しくなりました。ああ直接のお買い求めがなかなかできなくなり、工場直送でお送りしようということでオンラインに取り組んでいます。そうなんだ。これまでオンライン販売をしていなかった理由としては実際に来て仙台のお土産として買っていってもらいたいという思いがあったという、うん、そうですね。3月10日にオンライン販売を始めて1ヶ月以上経つが売れ行きの方はどうだろうか、うん、担当者に聞くと日に日に注文は増えています、うん、担当者はオンライン販売がツイッターで注目を集めたことについて、いつもご愛顔っていうかな、うん、いただきありがとうございます、うん、オンライン販売で少しでも仙台を感じていただければと思いますとコメント、うん、販売期間については3月10日から当面の間としている。さすがに今の時期に仙台にお越しくださいとは言えないでしょうが、うん、落ち着いてきたら仙台に来る方が増えるといいですね。なるほど、そっかそっか、いや、 やっぱ過小三千やります ね、 ね、動きが早いね、さすが。要するになんでその花椒三千の萩の月がこんなに有名かって、うん、もちろん美味しいっていうのはもちろんあるんですけど、うん、ただ他で買えないっていうのがやっぱ大きくて、うん、それと同じなのが北海道の白い恋人なんだよね、うん、あれも東京とかでもそういう催事とかで売るんだろうけど、うん、基本的には行かないと買えないっていう、その仙台行くんならあれ買ってきてとかね、そうそうそう、北海道行くんならあれ買ってきて、白い恋人買ってきて、ね、やってんのかな、石屋製菓もね、白い恋人でしょう、ね、うん、もう5月だからまだやってるのかどうかわかんないですけど、うん、まあ萩の月が全国的に買えると嬉しい人は嬉しいよね、うん、そうですね、うん、仙台の味だしね、でこういう時にこういうアイデアがね、うん、できるのかなという、さすがですね、うん、嬉しいです ね、 ね、買ってみようかな、うん、差し入れするためにもね、うん、うん、続いてなゆきさん、はい、富澤さん、伊達さん、やりました、やりました、うちの会社の専務がズラであることが分かりました。何を話してんだ。3月中旬海外勤務から戻ってきたんですが、はい、微妙に不自然さを感じてマークしていました、うん、そして偶然にも役員室の鏡の前で調整しているところを目撃ああ、嫌なとこ見ちゃったね。正式に確認したのは私だけです。何で確認したんだよ。昔この人にきつい言葉を浴びせられた経験があるので、はい、素晴らしい発見にハッピー感が半端ないサンドさんを先輩芸能人がズラであることに気づいたらやっぱり嬉しいですか。嬉しくはないけどさ、ね、この間ね、キミマロさんと一緒でしたけども、うん、
あの人みたいにゼロですけどっていうね、うん、公表してくれてればね、うん、公表するといじられないっていうのがまた面白いよね、うん、なんかね逆になんだろうね、だから、うん、この人もね、だからこういうきつい言葉を浴びせられた経験あるからっていうのは余計な、うん、あるんでしょうけど、はいはい、で分かったからってどうすんだっていうのはあるけど、うんうんうん、そうだね、いやでもなんか弱みを握ったっていう感じで楽しいだろうね、それはね、なんかあったら言うかな、マジでっていうなんだろうね、なんだろうね、あのカツラのくせにっていう竹内さん発想もう竹内さんぐらいだからね、今かあっちのカツラだからとか言ってカツラのくせにって別にいいじゃんっていう感じはしますけどね、だからなんかやっぱり隠してるっていうのが一個あるんだろうね、バレてるぞって周りは言ってくれたらこっちも楽だし、そんなにこそこそしなくていいんだけど、隠そうバレてない大丈夫だっていう思いでいられるから余計なんでしょうけどね、なんだろうなあれだな、別にね悪いことじゃないんですけどね、なんだろうね、でもバレてますよっていうね、でも分かんなくなってきたじゃんね、昔はさ本当に逆にかぶってんじゃないのあの人みたいな人いたじゃん思いっきりコント面みたいなのかぶって普通に現れたりとか、あれはどうバレてますよって言った方がいいの、これ言っいいすげえ言いたくなるんだけど、いやなんだろうな、そのいいのにかぶんなくたってっていう人がかぶったりするからじゃんね、きっと、うん、なんかもう騙しきれてない、うん、騙しきれてない、騙しきれてる、別に騙そうとしてるわけじゃないんだよねその人はエチケットだと思ってるのかな、まあ嫌だ、本人が嫌だっていうところでね、うん、のあれですけど、逆にそのそれでそっちが目立っちゃうじゃないですか、うん、それをすることで別にハゲてたらハゲてるでその人なんだけど、うん、バレるズラをかぶってることによってかこいつズラだって思ってしまう、うん、あの人ハゲてんじゃんでいいじゃんね、別にあの人ズラじゃんと思われるより、うん、ちょっと薄くなってきたぐらいでさ、別にそんな、まあね、こっちは何とも思わないし、本人ってしてみればそこはだからコンプレックスだったりする、整形とかさ元も一緒じゃんね、うん、あの人完全に目違うよ、だからなんだろう、こっち側が、うん、こいつ俺たちを騙そうとしているっていう、そういうつもりはないでしょ、気持ちが生まれんのかもしれない、まあそうなんだ、うん、こいつ騙そうとしてる、隠し事ってこと、そうそうそう、こいつ騙そうとしてる俺たちをしてないっていう心理が生まれるから、うん、あいつって思ってしまうのかもしれないけどね、まあまあね、あのテレビコマーシャルやるぐらいですからいっぱいいるんでしょうけどね、うん、つけてる人はね、うんうん、別にいいですけど、うんうん、なんだろうね、なんだろうこの人、まあまあ、この後どうなんのかちょっとまた目が覚えたらですけど、昔ねその道路にさ、うん、そのみんな車をこう避けていく車があって、うんうん、まああるじゃないですか、あの猫の、うん、みたいな、猫が引かれちゃってとか、うん、道路にさ、うん、みんなこう避けていくのあって、うん、で俺もこう避けてる時に見たら、うん、見ない方がいいんだけど、うん、見ちゃったらカツラだったんですよ、うん、踏めと思う、踏めよ別にいやだカツラをみんな避けてさ、なんでさその道路にカツラが落ちてるのって分かんないよ、オープンカー乗ってた人が飛んだのか何なのか知らないけど、拾えよって話じゃん、その人ねえ、風でさ頭が飛んでったわけですけどきっとねカツラだったんですよね、気をつけましょう、うん、黒猫じゃなかったもんな岡山市高さん、はい、どうもサンさんこんばんは、こんばん、先日炊飯器が壊れたのでアイリス大山の炊飯器をネットで注文しました、うん、そのついでにアイリス大山のことをウィキペディアで調べたら、うん、仙台に本社を置く企業だと知ったのですが、サンさんは買い物するとき宮城県産のものや宮城に席を置く企業のものを意識して買ったりしますか。ああ、これはちょっとありますね、
まあエリス大山って昔から仙台にあって五橋にあってね、うん、まあ今楽天イーグルスの第一スポンサーかな、うん、あの胸にね、うん、ありますけど、ずっとここ仙台の会社、仙台の会社だって、うん、たあもうでっかくなっちゃってね、うん、でも社長さんが大阪の方なんで確かね、うん、うん、であの 犬山さん、犬山神子さん、はい、アイリスの社長のあれなんだよね、親族ね、犬山神子さんって何だっけ、あのコメンテーターとかやってる、うん、犬山、大山じゃなくて大山に点つけて犬山さんなんだけど、うん、まあ俺よく買いますね、やっぱアイリス大山はね、なんか知らないで、うん、知らないで買って、あこれ宮城なんだとかいうのもちょいちょいありますし、うんうん、あこれ仙台でしか、宮城でしか、東北でしか売ってなかったんだっていうこともね、うん、東京出てきて気づいたりしますし、そうだね、うん、めんこちゃんゼリーとかね、めんこちゃんゼリーそうだね、うん、当時ビバオールとかもそうでしたけどね、うん、まあやっぱり見ちゃうよね、見ますね、うん、気にはなったりします、それああ嬉しいな、こっちでも売ってんだってね、うん、誇らしいですやっぱね、そうですね、うん、トークニートさん、はい、どうも、伊達さん、富田さん、こんばんは、こんばんは、ある投資家の方が、うん、コロナから飲食店が生き延びるためには、うん、常連やファンがスクラムを組んで助けるしかないと言ってました、はあ、私にもなくなってほしくない飲食店がいくつかあるんですが、うん、そのうちの一つ仙台市のホルモン屋さんを紹介したいと思います、はい、千一ホルモンという国分町にあるお店です、うん、肉の通信販売もやっていて特に牛タンが美味しいです、はい、お二人はお忙しいと思いますので通販でぜひ牛タンを試してみてください、仙台美味しいので、うん、以上紹介でした、千一ホルモン、なるほど、なんかお店は見たことありますけど行ったことないです、ね、うん、まあでも俺の友達の店なんかでもやっぱり今休業しちゃってるもんね、もうね、飲食店は特にね大変ですよ、いや大変だよ本当に、ただ本当に収束した時にはね、うん、みんなもうバッカみたいに外食するだろうし、うん、もう今までね抑えきれなかったものをね、うん、バーンとご飯も食べるから、うん、だからまた必ずやってくれよっていう話はしてるんですけど、そうですね、だからこうやって今ね、うん、自分たちも大変な状況ではありますけども、うん、通販で買えるところを買ってあげるっていうのもね、飲食店を支えるっていう意味ではいいと思いますよ、うん、すごく大事なことですよね、千葉県浩二さん、はい、どうも、サンドのお二人様お元気ですか、元気ですよ、さて4月9日の伊達さんのブログ、はい、納豆への愛が満載で最高でした中学時代に女性生徒の前で納豆を食べるのが恥ずかしくて、はい、本当は大好きなのに食べなかったっていうエピソード最高に受けました、うん、私は岩手県生まれですが伊達さんと同じく納豆ファンです、食べ方としてはネギもキムチも好きなんですが、うん、一番は大根おろしですね、これ東北独特の食べ方みたいです、そうなの、青森の方も大根おろしと合わせるって聞いたことがありますが、はあ、宮城県生まれのお二人はいかがでしたか、東京の方に話すと、大根おろしと納豆と首をかしげられます、大根おろしを納豆に混ぜてご飯にかけるのかな、それともそのままいくのかな、かけんじゃないですか、ね、かけんのかな、ちょっと水っぽくなるイメージがあるんだけど、どうなんだろうな、でもなんかあの餅文化ですから東北は、あ納豆をかけたりね、あそっか、大根おろしとかも別に合うのかな、あでも合いそうだな、うん、うん、俺やっぱ生卵に納豆かな、あとネギ、キムチかな、俺はもう醤油ぐらいしかやんない、からしは、からしもやんない、からしも入れない、うん、お前んちは子供食う納豆食べんじゃないかなそんなレベル、うん、あんまり食べない、あでも食べてます、うーん、あんまり気にして見てないですけど、あそう、うん、でも納豆巻きとかこの間食べてたから、ああ納豆巻き食うんだよね子供ね、平気だと、うん、納豆はうまいよ、だって納豆もちょっと売り切れたりしてんだよね、多分あれやっぱりね、伊達さんが言ってから結構あったらしいです、いや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 、もうそんなに影響力あるの、いやなんか、いや僕も好きなんですよ、普通に好きで、うん、買ったら本当なくて、うん、なんか、まあ、別に何気なく
納豆買ってたコンビの店員さんが、うん、これサンドイッチマンが行ってからなくなったら早いんだよな。いやいや、ミノモンタじゃないんだから。本当？って言われたんですよ。思いっきりテレビじゃないんだからさ。あ、そうなんですね、つって。納豆。いや、わかんないですけど、その人がなんかそう思っただけなのかもしれないですけど。あ、その人言ってたんだ。言ってはったんですよ。へぇー。で、して言ったのちゃんと。いや、そんな影響力ないっす、あいつ。言ってるんですよ。はぁ、あ、はぁ、あ、って言いましたけど。マジで？そんだけ影響力があるって考えたら、うん、お前がほら、なんか、これいいぞって言えば、うん、売り切れるかもしれないじゃないですか。そうだね。試してみてよ。なんかないかな、売り切れさせたいと思うか。どれ売り切れさせたい？どれ売り切れ、あと、あの、僕らの公式の YouTube が、はいはい、今60万人ぐらい登録。そうですね、ちょっと待ってください。うん、これが100万人いくと、うん、なんか金の盾かなんかもらえるでしょ。なんか記念品は。そうなの？ YouTube から。だから今61万7千人。だからそこをお前が YouTube やってますよっていうのをもうちょっと宣伝して100万人にして。OK、うん。そしたら盾もらえるから。OK。あれでもさ、お前のブログもそうだけど、そこから飛ばないじゃん。あれは俺やり方が。俺ってさ、自分で、あの、上げれないんだよ、アメブロ、うん、この携帯がなんかそこはこれできなくて飛ぶように頼んで上げてもらう。そう、それをいつも誰かを経由して上げてんの毎回、うん、そして俺もあのなんかコピーして、うん、貼っつけてその人に送って、その人がなんかそのやつをやってくれて、うん、上がるんだよ。俺も普通に上げれたら多分お前みたいになっちゃうんだよね、あの、うん、アドレスだけ出ちゃうっていう、うん、あれってできないもんね。あれわかんない。ちょっとじゃあその100万人やりましょう。それ、それ目的、目標に。あと40万人。あとよ、そうですね、約40。オッケーオッケー、俺のパワーで。どうする、2人ぐらいしか来なかった。それ何十何万何人っていうの出んの？で、一応なんかざっくり出るんですよね。今やったら61点。白木の YouTube さ、あいつなんか宣伝してくださいって言うからしたら、うん、あいつもよくやめなかったの。8人しかいなかったんだよ、うん、半年かなんかやってそれいく何人？200人近くになりました。もういいじゃない。ね、それをやれば、お前がやれば100万人いくかもしれない。ネットニュースで取り上げられる。100万人いったらすごいの？そんなあんまりないの、そういう YouTube。 100万人は多分少ないんじゃない？少ない。世界でね、やってる人はそんだけいるかもわかんない。日本ではそんなにいらっしゃらない。60万人も多い方じゃないの？でもいや、かなり多い方ではあるんですけど、それだけやってもあんまり記事になりにくいから。ヒカキンとかはどれが？ヒカキンさんはなんか納豆みたいになんか言って、そういえば俺たちも YouTube やってるからっていうので、例えば FM 泉聞けるようになります。ヒカキンさん829万すげえな。829万人です。すごいね。俺そのグレープカンパニーのそれホームページ、ホームページっていうか YouTube、 俺そのアドレス知らないから。あ、送っときます。送っといて。じゃあそれを貼っつければいいね。何だろう、何を紹介したらいいかな。何食べ物、何が好き？やっぱ納豆とか、やっぱその日常に食べられるやつがいいよね。卵卵うまいよね。知ってるよみんな。知ってるよ。卵うまいよ。何かないかな。でもちょっとそれ面白いね。じゃあお前もそれやろうよ一緒に。俺、お前の何でもねえのに記事になるけど、俺の結構大事なこと書いてるもんだろ。じゃあお前のこの間なっつったよ。なんか、なんだっけな。なんかなっつったよ、お前の。なる時もあるけど、あんまりならないですよ。で、あ、これ富士山喜んでんのかなと思って見せた。で、俺がなってなかった。何の記事か忘れちゃったけど。お前のはなんかクソみたいな記事でもなるじゃん。で、言うねそんなこと。なんでこれなるんだよっていうことになる。いや、もう大体眠かけしながら、とか言いながら、ああ、まだアップしてなかったわとか言いながらやってるから。そんなに力入ってないんだけどね。ちょっとじゃあ何か。ちょっと何か別に食べ物じゃなくてもいいの。で、グレープカンパニーのホームページ、YouTube チャンネルを、今61万人。61万7千人ですね。ね、それ100万人目標にちょっとやりましょう。それ盾もらえる。盾をもらえる、ね、はい。
じゃあラジオ聞いてる方もこれね、うん、見てくださいぜひ YouTube で登録してくださいぜひね。調べれたら出てきます。はい。グレープカンパニーで、あの公式じゃないのはあの潰してください。公式じゃないのは見る必要一切ないからね。お願いします皆さんね。はい。はい、ということでまた来週です。サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマン。